こんにちは、こんばんは、はるです。軽バンを DIY して、車中泊仕様、軽キャンを作っている動画になります。すべての工程は再生リストにまとめてありますので、まだご覧になってない方は、ぜひチャンネル登録をして、最初からご覧になってください。よろしくお願いします。今回は、窓に貼り付けるタイプの遮光カーテンを作っていきます。カットした遮光カーテンに磁石を仕込んで、窓枠に貼り付けることができるようにします。今回僕がやったやり方は、縫わなくていいので、裁縫ができない方でも簡単に作ることができます。材料費もとても安くでできるので、おすすめです。早速作っていきたいと思います。材料がこちらになります。超強力マグネット、ドレープ遮光カーテン、強力布用両面テープになります。すべてダイソーで購入してます。ドレープ遮光カーテンが500円で、残りは100円です。ダイソーのドレープ遮光カーテンが人気でとても品薄になってます。もし見つからない場合は Amazon で遮光カーテン用の布の量り売り販売もされてましたので Amazon の方も検索してみてください。あと両面テープは今画像で表示されている布用の強力両面テープじゃないと難しいかと思います。この両面テープが熱にも強くてとても耐久性もあってこちらの両面テープを使うことをお勧めします。完成したカーテンを実際、車内で半年ほど使ってますが、この両面テープだと、剥がれてくることもなくて、ずっと使えてます。映像は途中からになってますが、作業自体はとても簡単です。まずは、遮光カーテンの布を窓枠より大きめにカットします。両面テープの幅が15ミリで、2回折りにするので3センチ以上余裕を持ってカットしてください。映像は3箇所は完成した状態になっています。やり方は全箇所一緒です。長さを測ってカットした布に両面テープを貼っていきます。両面テープをまっすぐ貼れば折りたたんだ後は綺麗な直線になるので、カット自体は少し大雑把でも構いません。両面テープをまっすぐ貼って、はみ出た部分の布をカットすれば綺麗に作ることができます。次に磁石をある程度均等に並べて、両面テープを外しながら、両面テープの上に磁石を乗せていきます。剥がした両面テープの上に磁石を乗せたら、そのまま折り曲げていきます。横から見るとこんな感じです。特に難しいことはないです。あと、今映像に映っている磁石が一番小さいタイプなのですが、後日、今左上に映っている磁石の方に変更してます。一番小さい磁石だと数も多くて100円で値段も安く済むのですが、威力が弱くてあまり窓枠に貼り付かないのでおすすめしません。僕は四つ角を 16mm の磁石を使って、それ以外は 13mm の磁石を使いました。くっつき方は使用する布の厚みでも変わってくるので、各自で検討してください。磁石を全部挟んで折り曲げました。磁石を仕込んで折り曲げたところに、再度両面テープを貼っていきます。あとは両面テープを剥がして折り曲げていくだけです。とても簡単です。最後に糸がほつれているところなどをライターで焼いて完成となります。完成した貼り付け式のカーテンがこちらになります。今映像に映っているカーテンは完成してから半年以上車内で使っているカーテンになります。半年以上経ってますが、裏側を見てもわかる通り、剥がれることもなく綺麗な状態です。裁縫をしなくてもここまで綺麗に作れて耐久性もあるのでとてもおすすめです。ちなみになんですが、こちらはだいぶ後の映像になります。僕は普通のカーテンレールを使った遮光カーテンと今作り方を説明した貼り付け式のカーテン両方使ってます。理由は2つあります。まず1つ目はファンを使うときに貼り付け式のカーテンじゃないと塞がってしまうからです。なので窓枠に取り付けたファンを使うときは貼り付け用のカーテンを使ってます。もう1つの理由は夏のとても暑いときや冬の寒いときに貼り付け式のカーテンとレール式のカーテンを両方使ってます。遮光カーテンは外からの熱や冷気を防ぐ効果もあるので、両方使うことによって車内をより快適にすることができます。マグネット式の貼り付けタイプのカーテンは使うときにさっと使えてとても便利です。使
わないときは小さく畳んで収納できてかさばらないので、とても気に入ってます。ちなみになんですが、次回の動画では今映像に映っている小型の窓枠に取り付けているファンを作っていく動画をお送りします。こちらのファンは窓につけっぱなしにできるように作ってます。あと窓ガラスに小さいソーラーパネルをつけて取り付けた状態で充電もできるようになってます。ということで、今回はこれで動画を終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。次の動画も見てください。